はい、どうもダラギです。今日はビットコイン、リップル、イーサリアムの3通貨ですね、やっていきたいと思います。今日はですねマイナスに転じてきてるんですけども、まあさほどね大きくは下がってないと、まあどちらかというとプラマイゼロぐらいの感じで動いてきていて、でまあサブコインですね、他の通貨が 2% とか 3% とかですね上げてきてたりもしております。で今日はですねちょっと詳しくね見ていきたいというのと、まあ、2023年ですね、今年がまあどれぐらいまで上がるのかっていう予想と、でなおかつ、それをね過去のデータも元にですね、話していきたいと思いますので、その辺しっかりね見ていただけたらというふうに思います。でまずはビットコインですね。はい、上昇トレンド中のビットコインが413万円ラインが節目かという記事が出ておりました。はい、2023年ですね、そこで、ね、売ってからですねずっと上がってきてるわけですけども、今この413万円ラインっていうのが、去年の6月につけてるこの最高値の場所ですね、この辺に乗っかってくるよと。でここを上抜けることができたら、こっちの赤のね上のラインみたいに、一旦そのラインでサポートされてからもう一段上に行くと、もしくはですねここを上抜けきれないと、その場合は一旦下を目指していくという風な話で 見られていて、だからこの413万円ラインというところが締めになってくるんじゃないかという風な話で書かれております。はい、続きましてリップルの記事ですね。米リップル社流動性サービスを正式に開始したよということですね。米リップル社は14日、企業が暗号資産の流動性を確保するためのサービス、リップルリクリティハブですかね、リクリティハブを正式に提供を開始したと発表した。これまでは法定通貨で仮想通貨を売買できるサービスを提供している企業、コインミーと提携して試験的に運用していたが、今回企業一般に向けた公式なローンチとなるということですね。まあ、これ一体何かというと、まあ要はね、その、今直で、取引所で、その、やり取りを売る人がいて買い手がいてっていうね、そういうやり取りがあるんですけども、あらかじめそのイーサリアムとかそのビットコインを預けていて、でそれを企業側が保有していて、そこから売買する、という手法ですね。その人たち、そういう企業向けに作られたサービスっていうことなんですけども、今のところですねこのリップルが位置づけを与えられた際には、XRP も取り扱いでたいって書かれてますけども、今のところですねこの訴訟の問題というところがありますので、これがしっかり、されてから正式に始めるという話です。はい、まあおそらくなるんじゃないですかね。で今のところビットコインとイーサリアム、イーサリアムクラシック、ビットコインキャッシュ、ライトコイン、そしてステーブルコイン系がまあ、扱えるような状態にあるということですね。まあこれさらにねここに入ってこれるようになったら、リップルもまたもう一段階、価格にも影響する可能性もあるよねと、いう感じです。で今日の人気記事はですね、イーロン・マスクが AI スタートアップ設立かというですね、オープン AI に抵抗する目的かという記事だったり、あなたは死んだ後 NFT はどうなるのか、専門家に聞くデジタル資産時代の遺産相続という記事、ビットコイン今週はどうなるという、まあ、価格帯の、ね、記事、ね、で人工知能のバイアスを克服、ブロックチェーン技術が AI 変革の鍵となるという話ですね。まあ、そういったのが、まあ、ピックアップというか人気記事になっております。はい、ということですね、まあ、今日はちょっと詳しく見ていくので、記事はさらっとで、ビットコインのね週足で見ていきたいと思います。まずはですね今日月曜日ということで週足が確定しました。先週はですね大きな大陽線で、確定してですねもう一段階上げてきたよという週になりました。で今日になって少しね陰線で、まあ、ちょっとたらたら垂れてきているという感じです。直近を見るとですね、この
平行チャンネルですね、このラインとこのラインの中を、この上昇の平行チャンネルの中をこうやってね、上に向かっていっているようにも見えます。はい。で、直近の抵抗体というのが、この418万円ラインなんですけども、まあ、ここがですね、まあ、僕が言ってた、僕というか先ほどの記事が言ってた、6月につけたここね、高値の場所になります。ここは一旦ね、ちょっと重くなっているのかなというのが、まあ、想像つくわけですね。で、週足の RSI で、まあ、もうちょっとで買われすぎラインにも来るということで、まあ、一旦の調整が来る可能性はあるのかなというのが今の見解ですよね。はい。じゃあ、まあ、一体ですね、2023年どこまで伸びるのかということなんですけども、まあ、過去のバブル後に、バブルが起きた年の次の年っていうのはどちらかというと下落傾向にあります。それが、直近で言うと2022年になるわけですね。で、その2022年の次の年、まさに今2023年、この年っていうのが他のバブル期ではどれぐらい上昇してきていたのかというのを見ていきたいと思います。はい。まずはですね、これは2013年のね、バブルですね。2023年につけて、2014年が下降傾向。まあ、ここの下降傾向が2022年と同じですよね。で、ここ、2015年が、2023年と同じようなね、動きとして見られる可能性が高いんですが、底値をつけてですね、まあ、この時はまだ 17,590円だったわけですね。ここからですね、だいたい 244% の上昇率があったというふうに書かれております。244% ですね。はい。で、続きまして、前回のバブルですね。あ、じゃあ、前回じゃない。2017年のバブルですね。2017年に最高値をつけて、2018年はこうやってね、下落傾向にあります。下落傾向にあります。まあ、ここが先ほども言った通り、直近でいうところの2022年と同じフェーズですね。はい。で、2023年みたいに底値を打って上がり始める、2019年ですね、のタイミングっていうところを見ると、だいたい上昇率が 311% になります。だから前回よりも少し上昇率は伸びてきておりますという形になっております。ただ前回と違うのはですね、まあ、6月ぐらいに一旦上昇して最高値つけたのは一緒なんですね。ただ、この時っていうのはね、一旦大きく下落した後に、また最高値をね、更新するわけですね。それが後半の11月ぐらいに最高値を更新して、で、調整してからの、まあ、また反発しつつ、最高値更新せずに次の年に移るという形なんですけども、この年はですね、ちょっと早め、まあ6月に上昇するのはもう一緒なんですけども、ただその6月の最高値っていうところが、まあこの年の最高値で終わり、そこからは下落傾向だったと。まあこういうね、下降ラインを描いての下落傾向で終わったという感じですね。はい。これ1個前は、つけてからのもう1段階上げたんですけど、11月頃にね。ただ、下落して終わったということなんですね。で、まあ、いずれも共通しているのは、まあ、5月、6月ぐらいまでに、一旦の高値をつけるんですね。はい。高値をつけるんですよ。で、ここは共通点です。はい。で、まあ、今年ですね。今、何パー上げてるのか、もう一回おさらいすると、前々回が、224%、そして、前回が 311%。の上昇で、今どれくらい上昇しているのかって見てみると、だいたい 91% ぐらいですね。 91.8% ぐらいの上昇だということですね。で、考えてみればですね、まあ、もうちょっと上げてくるんじゃないかなというふうにも思えるんですね。そのパーセンテージだけで見ると、まあ、少なくとも 300% はいくんじゃないのと思うかもしれないんですけども、300% いくとですね、はい、バブル期のですね、最高値をですね、更新しちゃうんですね。はい。この辺になっちゃいますので、まあ価格としてはもう850万とかになっちゃうわけですよ。
で、なんでこういう風になっちゃうのかなというところなんですけども、今ね、今、2023年底値をつけてから上がってきているこのね、上昇率がもうね、前半で飛ばしまくってるんですね。だから、前回、前々回のバブル期の後の、そういうね、上がるフェーズの時っていうのは、まあ、どちらかというと、6月ぐらいを、6月とかに向けて、ガーンと上がってきてたんですね。で、まあ、その後は落ちるパターンと、もう一段階上がってくるパターンとあったんですけども、今年はですね、結構ね、もう前半から結構飛ばして上がってきているっていうことを考えたら、かなり、上昇率がね、強いんですよね。もうすでに 96% 来ていると、まだ4月、中旬なのに。っていうことを考えるとですね、まあ、こっから、まあ、もう1段階、もう2段階ぐらい上げてから、そっからですね、なだらかになる可能性もあるのかなと思います。はい。まあ、ただですね、もちろんね、今年は違うぞと、上げるぞというね、感じになる可能性もあるんですけども、まあ、今までの結果を見るとですね、現実的にはですよ、現実的には僕はですね、だいたい460万ぐらい。この辺で、まあ、一旦ちょっと大きめの調整とかね、それぐらいを見せてくるんじゃないかなと思います。もちろん今のターンでもね、一旦見せてくる可能性あるんですけど。で、仮にですね、このね、460万を抜けた場合はですね、僕はですね、ここ抜けた場合、一旦ここで押し目作って、ここですね、599万。まあ、要は600万か600万弱ぐらいまで来る可能性はあると思ってます。はい。で、今年は終える。最高値は更新できずに、まあ、ここはね、更新できずに、これぐらいは上げてきてもおかしくないかな、というふうに、現実的には思っております。はい。ですので、まあ、皆さんがね、直近でどう見るかっていうと、まあ、この辺にね、細かく、このレジスタンスのこのラインがありますので、まずは419万、そして、436万、そして456万と、この辺のレジスタンスをどう乗り越えてくるか、もしくは一旦落としてくるのか。で、短期的にはこの平行チャンネルの、上昇の平行チャンネルの下限と上限を見ながら行く。これをやっとくと結構ね、参入しやすい場所っていうのが分かってくると思いますし、まあ、買い時、売り時っていうね、まあ、短期もそうですけども、そういったところを見据えていくことができるというふうに思います。はい。で、まあ、ズバリなんですけども、ここでですね、まあ、ここまでのね、考察でわかるのは、まあ、これは全体の仮想通貨にも関わってくると思います。ただ、各々の上昇率っていうのは、去年、一昨年と比べると違うと思います。はい。で、今日紹介するビットコイン、リップル、イーサリアムのこの3通貨で上昇率で考えたら、僕はね、次のバブルに上昇率ですごいと、今までとはちょっと違うぐらいの上昇率を見せるんじゃないかなというふうに思うのが、やっぱりイーサリアムですね。イーサリアムは今回のアップデートで、今までのバブルとは違いますよね。まあ、どこが違うかというと、まあまあそのマイニング方式とかもそうなんですが、供給量が変わったわけですね。焼却がね、結構増えるようになったと。ってことは、イーサリアム自体の量が、まあ、減ってくるよと。減ってくる状態にもあるわけですね。ってなった場合は、やっぱり希少価値がついて、価格の伸びもですね、上がりやすくなってくる。まあ、今まで増え続けてたわけですけども、増え続けててもこれだけね、上がってきてたわけなんで、まあ、今回のバブルは、またちょっと一味違うね、伸びしろがあるのかなと。いうふうに思います。だから、そこの3通貨で言ったら、イーサリアムが上昇率は一番。そして、ビットコイン、っていうふうになってくると思います。リップルはちょっとね、やっぱり訴訟の問題とか、その後の、事実売りとかもね、含めると、ちょっとね、未知数なんで、まあ、なんとも言えませんけど。まあ、そういうふうに思ってますので、まあ、皆さんもね、そういう考え方っていうのはね、一つ参考にしてもらえたらというふうに思います。はい。ということで、リップル、見ていきます。
はい、リップルはこのなだらかなこの上昇トレンド上にいますと。そして抵抗サポートがですね、56円と63円がサポートで、いまだに抜けきれていないこのダブルボトムのネックライン、この80円ラインですね。まあ、ここがリップルの一番の今のね、直近の壁になっているよというところですね。まあ、ここを抜けてくるとですね、次がこの112円とかを目指してくるわけですけども、その前に立ちはだかるこの95円ライン、ここがですね、やはりこのダブルトップのネックラインだったり、この辺でレジサポ転換だったり、まあ、この辺週足だからわからないと思いますけども、まあ、4時間足ぐらいで見るとサポートレジスタンス結構されてるわけですね。って考えたら、まあ、ダブルボトムを抜けたらですね、一旦は95円まで目指していけるけども、この95円のラインっていうのは結構ね、レジスタンスとしては効いているよというふうに思っておいた方がいいかなと思います。はい、まあそんな感じですかね。まああとは訴訟の問題が今年中に終わるだろうというふうにリップル社のね、CEO がおっしゃっておりますけども、まあそれもどうかわかりませんね。はい、まあ本当はね、昨日の年末中にとかいう話で、で3月中にって言い出して、で2023年の6月までにって言い出して、また伸びる可能性全然あると思いますので、まあ、その辺はちょっとね、もう未知数なんで、まあ、これに関しては、しっかりですね、長期で買いたい方は先ほど言ったレジスタンスとかサポートのラインで買っていくようにということです。はい、じゃあ続きましてイーサリアムですね。はい、イーサリアムも週足確定なんですけども、まあ、大陽線ですね。で、上髭も小さい状態での大陽線ですので、まあ、申し分のないね、申し分ない大きな上昇で終えましたという感じです。これだけ上げると、まあ、一旦の調整はあるのかなと思います。上げてきたのが、まあ、だいたい28万6000円ぐらいなんですが、ここね、27万円のこのラインですね、ここはサポートに効きやすいと思います。まあ、なぜかっていうと、5月からですね、ずっとここの上値でね、抜けることがなかったわけですよ。ここをようやく最高値を抜けてきたわけですね。って考えると、逆に言えばサポートとしても効きやすいっていうことです。はい、裏を返せばここっていうのはかなり買い場になってくるというふうに思います。買い圧めっちゃあると思いますよ、この辺だから。まあ、しっかりそういったところを狙っていった方がいいと思いますよね。はい。で、まあ、今後の動きとしてはですね、もちろんこの28万9000円のね、価格帯、ここでちょっと横上値を重くしていく可能性、ここを抜けたらですね、32万のラインですね。さらにここを抜けてくると33万8000円のラインで、最終的に、はですね、僕はね、38万ですね、ここまで見ております。はい、でこの38万のこのラインなんですけども、まあ、過去のデータ的にもですね、このぐらいまで上げてきているという点と、ここのダブルボトムでね、反発したライン、このネックラインというところが、まあ、結構効いているだろうというふうに僕は思っております。はい、ですので、まあ、イーサリアムこの上昇率高いですよね。高いんですけども、上げてくるのであればこういう段階ですね、壁を経て、抜けたらですね、また次を目指せるのかっていうね、あの感じで見ていくといいと思います。はい、まあ、買っていく場所としてはですね、狙い目はまあ直近ではやはりこの27万円、そして抜けてきたらですね、28万9000円ですね、この辺で買っとくと、まあ、長期で持っとく方はね、どちら、まあ、長期で持てば持ったしこ、利益はですね、出てくると思っております。はい、まあ、ただし、短期で構えている方はですね、ここの29万円ラインを上抜けた時点で、またここはちょっとね、間が空いてるので横横ね、どっちつかずの動きになる可能性はあるので、短期の方はちょっとね、あんまりおすすめしません。まあ、この27万ラインは短期でも結構ね、入っていくフェーズではあるかなというふうに思っております。はい、で RSI に関してはまだね、もうちょっともう一段階ぐらい上げてきそうな感じにも見えますし、まあ、やはりですね、2022年6月からですね、売られすぎから、まあ、1回もね、買われすぎまで、タッチしていなかったので、やはりここらで、ね、タッチしっかりして、
そこからもう一回ね、下を目指すようなね、あの動きっていうのが来るのかなと思いますので、このターンを、まあ、どうね、乗り切るか、そしてそこでどんだけ仕込めるかっていうところがですね、まあ、ものすごい、次のバブルにね備えて、利益をどんだけ残せるかというところの勝負どころになってくると思います。はい、ですので、まあ、僕はね、まあ、もちろんね下がったら下がった種を買っていきたいんですけども、まあ、もうある程度買っておりますので、まあ、今のところはねこの辺でこの直近付近で買うことはないと思うんですけども、万が一ですねある程度大きいね下落を見せてきて、この上昇トレンドですね、この上昇トレンド下限タッチぐらいまで落ちてきたらさすがに買っていきます。ここはね、うん、さらに買っていきます。で、まあ、この辺のちょこまかのところはね、なんていうかな、まだ入っていない人とかですね、これから買っていきたいよっていう人はですね、先ほど言った戦略でやっていくといいかなというふうに思っております。はい、ということでですね、今日の動画が良かったと思う人はチャンネル登録といいねボタン、通知ボタンよろしくお願いします。僕が使っている、ね、取引所は、ビットバンクですので、同じのを使いたい方はですね概要欄に載せておきます。あとツイッターのフォローね、緊急時に僕がね出したりしますので、動画を出せない時に、僕はこういう戦略で今動いてるよとかね、そういうことを話す時ありますので、ぜひねツイッターのフォローの方もよろしくお願いします。はい、最後に、明日の値動きルーレットやって終わります。ドン。暴落。はい、まあね、先週上げてきた分の、今週はですねワンチャンですね、ちょっとさ押し目ターンになる可能性もあるので、まあ穴がちね間違ってない可能性もあると思います。はい、まあということでね、この辺で終わりたいと思います。そう、爆上げでも利確できず暴落しても損切らない、気づいた時にはもう乗り遅れてる、無駄に取引し手数料だけマイナスなやつ、メンタル弱すぎてリスク取れないやつ。